菊間さん、これ刑務所の中っていうこの漫画映画化されたのが、はい、いつ公開？12月7日渋谷のシネクイントっていうパルコパート3にある映画館で、脚本が脚本は張雨欣です。監督は蔡陽一監督ですね。主演は山崎努さんです、ね。撮ったのは去年の秋から暮れにかけてですね。そんな前なんですか、ちょうど今頃じゃなかったかな。ここをちょこっと出してもらってるんですけど、なかなか試写を見たというより聞いた、いやだから面白いですよ。そのドラマチックとかそういう問題じゃなくて、なんていうの、刑務所映画っていうとその暴動が起きたり、その暴動島根刑務所、そうその反抗心とかね、そういったものがあるけど、もっといや普通の日常を、だからもう暴動も起きないし何もない、そういう意味では、ただあの食い物に対する異常な執着、この映画を見ると、ね、とにかく腹が減る、そうですよね、そう、とにかくもう食い物のね、食い物だけが楽しみなんですよ。特にあの正月っていうのは刑務所でも一応ご馳走が出るらしいんですよ。で甘いもの、それが刑務所の中って甘いものにすごい植えるらしいんですよね。その甘いものが正月出るんで、あと何日来たらあれ、あの正月のご馳走にありつけるってみんな受刑者が指折り数えてるんですよ。それで僕それじゃ様っていう受刑囚なんですけど、その封筒の貼り方を、あ、封筒じゃない、あの病院の薬袋です。薬袋の貼り方を僕はその指導する模範囚の役なんですよ。それでその山崎努さんにこう窓からこれはこう折ってこう折ってこう深返して、はい、これで出来上がりです、これを何枚仕上げてくださいっていう役なんですね。で時間が来るとそれじゃあできたのを回収しますって一人一人集めていくっていう、それじゃっていうのは口癖なんですよ、その受刑者。結構面白い役なんです、ちょこっとなんですけど印象的な役なんですよ。映画の中でもそのそれじゃ様というパートでね、こうタイトルが出て、ちゃんと個人的に説明するタイトルが頭に出る、そう要するにまあいろんなことがあるから、こう小タイトルみたいなのがこう出たりする、その中の小タイトルのそれじゃ様なんです、帽子を目深にかぶせて、原作もそうなんですよ、よく得体の知れない、ただそれじゃあよろしくお願いします、それじゃあ回収しますって、そういうよくわかんないけどそれじゃばっかり言ってるので、その主人公がそれじゃ様ってあだ名をつけたっていう役なんですよ。非常に印象的な役ですね、